さあ、ここから朝最後にね、ドリブルに鳴らして、これは日本バスケ1位に参ってきました。さあ、まっすぐ飛び込んで、入っていくところ。さあ、こう行きますね。これが飛び込みに動いてまいりました。さあ、なんか短くしても、この場所で、スカーテルの中間から43秒59、中間から43秒59という中間タイム。さあ、まだのところに入ってきた。さあ、ここから外から入ってくるところ。さあ、外側一旦抜けまして、近いところから戻ってくる。さあ、外を抜けるアコード。最後がまっすぐ入って、奥まで最後。さあ、立ち上がり、そこをしっかりと止めないと、次が中井太陽。ここが邪魔になってまいりました。ここだけで、奥田サイド一発。さあ、中間、43秒5というタイムから。さあ、一周、戻っていきまして。自分中心で行かないとダメださっき鈴木先生の86も水がさーって流れてくるんですけど美しい。大田区まで行って八戸からってどっちが早いんですか。膝がやってるの。さあ、佐藤選手ガッツリ系なんでしょうか。さあ、一周だけ立ち側44秒39秒ちょっと落ちている中間は44秒39秒。さあ、現在3番手の佐藤選手はペナルティーに捕まった。そこから山に入ってくる。あそこ入ってきて、西根に行ってたぞ。おお、外側。明らかに今ガードレールに、あ、外側に行ってましたよ。大丈夫かな。ガードレールは行っていないぞ。さあ、太陽が2本というマステが出てしまいます。からにちょっと2本出している、さあ、最終コーナーここをきれいに踏んでこれたんですが2つ目を肩を作り出しています。